こんばんはです。今回は本日新搭載注目選手を見ていきましょう。3人のおすすめ選手がいたんで紹介してからオンチャレっていきたいと思います。このチャンネルでは有能選手を中心に投稿しているので見直しがない方はぜひチャンネル登録をします。ジェルダル・ドゥルスン、オフェンスセンス、ヘディング、キック力、フィジカルが高いですね。まあ、シュート系のワンタッチシュート、ライジングシュートがあって、まあ、シュートと、あと身体能力を生かしてヘディングもいける、よくいるポストプレイヤーですね。爆速のサイドバック搭載されてたんで紹介しておきます。スタミナもあって、まあ、後半もバテずに走ることができるでしょう。アンドレ・ドッツェル、スピード88、瞬発力88が特徴ですね。ボディコントロール93あったり、グランダーパスが81、まあそこそこあるんでね、まあ、使いやすそうな OMF かなと思います。今回は新搭載注目選手を見てきました。ということで、おっさんが、だらだらと、こう、ウイギレをしながら、ビールを飲んだってやつなんですけども、おしつから、焼きつし、マジでね。特定した自分。
そこが疑問なんですけど、なんかがっちり固